皆さんどうもこんにちは、イロと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、ドラクエルのヒーローズの2の方で、ね、遊んでいきたいと思います。よかったね、チザル仲間になって、大きい剣に魔力を込めて戦う剛腕王子。はー、まあ、強かったもんね、威力エグかったもん。なんか今一緒歩いてた、また昔みたいに3人一緒にいられるのね、なんだか懐かしいし嬉しいわ。よかったね、これから何かあったら、昔のようにか。びっくりした。一瞬さ、字がさ、なんかわかる？ギュッてなってさ、パーティーコンボ急に。入れ替えつつ攻撃を繰り出すことができます。へー。あー、でも MP めっちゃ消費するんだ。マジかよ。MP 大事じゃね？まあ、HP も大事だけど、結局どっちも大事なんだよな。なんかそれ専用のやつ欲しくない？だから、体力の HP と、魔法使う時用の MP と、パーティーコンボ用の、何ポイント、パーティーポイントだから PP じゃね、違う、それでよくね、なし、そういうのは。そう、めちゃめちゃ覚えられるじゃん、こいつ、マジ。なかなかに優秀であるな。これ、毎回何あげていいか分かんないからな。まあ、とりあえず HP と MP あげたい。あとはもう生き残れる確率を上げられるように、そこなんだよな、完全に。また、ハイテンション系な。けどね、毎回使うの忘れるからね。あんまり言いたくないけど。あ、忘れてたって平気言っちゃうからな。あ、そうか、これ、セッティングしないと、使えないのか。忘れる、普通に。あー、オッケー。けど、ちょっと待てよ。4パだよな。ということはさ、今さ、主人公と、そいつのいとこと、オレンジの髪の毛の人と、トルネコと、で、4パじゃん。セザール言いたかったら、あと誰か一人、交代じゃん。え？誰入れ替えよう。だって持っていけないもんね。てか、ガボとかに関しては1ミリも入れる気なくて、草は。いや、わかんない。強いかもしんないけど、どこで人変えるんだろう。待って、ピサロとかいなかった？あー、そうか、装備品ね。何にもしてないよな。あ、そう、マリベルだ。名前が出てこなかった。どうしようかなー。でも、トルネコ、ヒーラーみたいな感じで入れとこうと思ったんだよ。どうしようかな。こいつどっから人変えられんの？あれ？なんか、どっか、あれ何だったっけ？そんな簡単に変えられなかったっけ？あれ？忘れたな。いや、なんか、一時期さ、ドラクエの10めっちゃやってたわけ。あの、オンラインのやつ。あれと多分同じような感じだと思うんだよな。あれどうやって変えてたっけ、仲間。そんな変えないからな、基本的に。まずはクレティアへの生き方を説明しておこう。あ、いいですね。あのもんね、オッケー。うわー、よかった。通行許可なかった。一緒行けませんからね。うっそうとした森林？マジかよ。強いんじゃね？だって厄介な魔物を持って帰ってたよ。マジ？あ、びっくりした。オレンカ王じゃないですか。予言？あ、出ました。ミュウが太陽を喰らう日。あ、双子の方が新たに君臨する。はいはい。過ちを語り継ぐものでもあるのだ。偉大な双子の王によって、だからそこは事実なんだね。双子の王は、世界は七つに、はい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 。だからもうギュッてした結果のってことなんだ。まあ確かにね、結局どっちでもいいけど、そうならないように気をつけようなって話だ。うわー、クレティアね、なんだっけ、王女、女王がなんか待ってるんだよね。どんな感じなんだろう。どうするめっちゃ怖かったな。やだな。あ、そうそう、次にどっか行くときにこれ次に受けてってやろうと思ったんだよな。なんじゃこりゃ。あ、この野心が見え見えの実力、この右上のやつがめちゃおもろいんだよな。とりあえず、これは、アイテム渡せてたから、どっかで取れたら渡すわ。取れなかったらごめん。お箸さ、めんどくさい。グリーネ草原。まあ、次、グリーネ草原行った時に倒すわ。先にさ、あれだもんね。もう、受けておけば、なんていう、あれだもんね。いけるもんね。待てよ。やばい、何が、何体だったっけ？スライムナイトが、
15。めっちゃ数多くね。もんじゃが15。めっちゃ、待ってくれ。時間制限きた。あ、これあれか。あの、なんか好きなタイミングで倒す報告じゃないのか。ちゃんと見てなかったわ、普通に。いや、何が何体だっけと思った。場所どこだっけと思って。やばいよ。グリーン草原に来たいわけじゃないのに。くっそ、早く次来てよ。おいおいおい、ジョーさんを見に来てよ。もう嘘だろう。しかも、どこにいるんだろう、モモンジャとスライムナイトって。スライムナイトはね、なんかめっちゃ見た、あ、ごめん、モモンジャすんごい、めちゃめちゃ目の前、おお、かけ。目の前にいたわ。え、これってさ、何分の、な、何みたいな、あるじゃん。例えば、ま、15匹倒しましょうだったら、15分の、みたいな。どこ出てきてくれんの？これ、自分でさ、数えるか、ある程度倒したら、方向に行かないとダメなの。ちょっとめんどくせえな、それはそれで。やべえな。え、今何体ぐらい倒せるんだろう、これって。でも、こっち系、なんていうこと、無双系だと、まあ、爽快感あるし、いっぱい倒せるからね。倒せるのか。たまにさ、倒せてんのか、飛んだだけなのか、あんま分かんない時あるんだよな。やばい、もうじゃ意外といなくね。スライムライト結構こう固まってるけど、あ、それじゃない、それじゃない、それじゃない。オルネーゼさん、そいつじゃない。いる？なんかびっくりマーク出てる。あ、何？あ、誰かやられてんのか。おい、大丈夫か。あ、助けてあげないとやばいよ。ついでに、モモンジャとスライムナイトいたらなと思ってたけど、どっちもいねえ。すごい、一匹もいねえ。嘘だろ。せめてさ、どっちかはさ、いてくれよ。誰一人としていねえよ。誰一人というか、どっちもいねえよ。あ、ちょっと奥にいたけど、絶対さっきの人形襲ってなかったよね。そう考えたらいいやつなのかもしんない。え、こいつまだやられてんの？いや、もうそいつぐらい倒せよ。そんな強くないって。いけた？もういい？え、まだ？あ、いけたか。ありがとうございます。どういたしました。はい、さよなら。あ、レベルアップしたらいいね。あ、レベルアップはいいんだが、しかしまあそうだよね。職業変えたばっかりだからさ、そんな、あ、てか危な、そうだよね。職業変えたばっかりだから、ある程度レベル上げないと進めなくなっちゃうかもしれない。そう考えたら、このクエスト受けといてまだ良かったのかもしれない。ちょっと待てよ、これさ、どっかでさ、見えないの？今何匹倒してますみたいな。情けー、無理か。一瞬パッてひらめいたからさ、よくやった自分よと思ってたけど、ひらめいてない。ひらめいてないっていうか、ちょ、ダメだったな。いけた？やっぱこう落とし物みたいなやつめっちゃ気になる。何拾ったんだろう。あ、いた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 。倒せ倒せ。お、ワンパン？めっちゃスライムいる、すげえ。おお、やばいね。スライムの宝庫みたいになってるよ。あれでもさ、なんかさ、スライムのさ、なんか、このアイテム取ってきてくださいみたいなやつでさ、スライムから取れるやつなかった？さっきのなんかあのイベント、寝てる。めっちゃ寝てる。一瞬何事かと思ったわ。あ、いいね。ヘッド遅い。やられてくれ。あ、危ない。危ない。我々のホイミスライム倒すとかって危ない。いけたかな？ちょ、一回戻っていい？わかんないけど、時間止まんのかな？もしかして。あの、この右にさ、カウントダウンあるじゃん。あと7分だよ、みたいな。なくなるんだったら、めっちゃわかりやすいけど、なくならないんだったら、確認行くべき。それかな？数倒したら、倒したよ、みたいな。報告出てきてくれんのかな？ちょっと待ってくれ。初めてのお使いわかんない。お使いじゃないけど、任務。あ、クエストか。ん？これどっから、あ、報告するな。あ、ダメなんだ。まあ、これは、まだ無理。あ、あと5と、あ、まだあの、10匹も行けたらいいんだね。やばいね。スライムライトが5、モモンジャが、だから、15-7 だから、3で10だろ？あと5だから、8か。あ、5匹と8匹だ。オッケー。けどさ、これさ、今さ、あ、じゃあ、あと5匹と8匹なんだなって覚えててもさ、フィールド行ったら忘れちゃうからね。これ不思議なことに。まあ、厳密に言うと、倒し始めたりとか、片方を数え始めたら大体忘れる。だからとにかくいっぱい倒すしかない。だからまあ、10匹も倒す必要ないかなぐらいね。でもそれぐらい、ね、行ってくるわ。こいつの方が少なかったもんね。だってこいつの方がいっぱいいたもん。こいつなんか場所めっちゃ分かりやすいの。そう考えたら無言じゃあんまりいなかったな。名前わかんないけどさ、飛んでたやついたじゃん。なんか、ちょっと、なんか、牛っぽい模様の、あ、さっき今一瞬右にちらっていたやつ。あいつとかはな、結構いるけど、向こうでなんか、ちょいちょいたまにいるんだよ、なんか、感じじゃね。こう、なんか、間でわかる。なんか、スライムライトいっぱいいるな、倒すか。あ、ムーンがいるじゃん、みたいな。
そっちぐらいでね、なんかその、無免許の集団みたいなさ、なんかわかる言いたいこと。その辺はいないの。まあでもこの辺多い。ああ、やっぱ違うんだよな。そうそう、こいつとか、このしばしばのね、ボーダーのなんか猫みたいな、シャベルのやつね。とか、そっちのばっか、なんか今色違いみたいなやついなかった？こいつ色違い？色違いとかある？わかんないけど、まあとりあえず、スライムナイトってさすがにもう倒したよね。あと飲んで言ったらいいもんね。やべ、何匹倒したんだろう、ちょっと数えてなかったな。あ、いたいたいたと思ってさ、まあまあいいだからさ、まあワンチャン会えるかなぐらいの。やべえな、あと5分しかないな。半分切っちゃったよ。やべえな、モンジャも今何体倒したんだろう。とりあえずまあこの辺にいるやつね、蹴散らしてたらなんとかなるだろう。行って戻って行って戻って、そのめんどくさいからね。これ何？違うね。一瞬そうかと思った。あー、いない。あ、いる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 。いた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 。やっぱりなんかちょいちょいしかいないよな。そんななんかがっつり10匹ぐらいいるとかないもんね。もっといてもいいけどね。あ、終わった。あーね。片方だけとかだったらダメなんだな。全部総合して終わったら教えてくれるんだ。このクエストいけましたよ、みたいな。了解です。帰ろう。帰って、次こそ、早く、女王様に会いに行こうぜ。こっちなんかどんな見た目が気になって、すごい会いに行きたいのに。ちょっとね、ついでにね、受けてやろうと思ったら、まさかのね。あるじゃん、たまにさ、結局ここに戻ってこないといけませんとかさ。そういうの分かってたから、もしも次草原に行くときに受けてやろうと思ってたんだよ。まさかこんなことになるなんて、1ミリも予想してなかった。報告します。お願いします。いえ。それで言うとやっぱ物渡す系は楽だな。ゲットしたらその渡すべきから、こう制限時間とかないから。てか半分過ぎてんな。4分58秒だって。あ、ありがとうございます。1000ゴールドだって。やったわ。装備品揃えてから行こうかな。それはそれありだよな。早く行きたいけどな。どうしようかな。悩むな。まあ、いっか。頑張ろう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。